東京臨海福都心大海パレットタウン、ビーナスフォートビーナスフォートは東京都江東区大海のパレットタウン内にあるショッピングモール。女性のためのテーマパークと銘打ったテーマパーク型ショッピングモールである。2010年までは株式会社ビーナスフォートが運営を行っていた。現在は森ビルが運営している。1999年8月25日に開業した。 パレットタウンウエストモール胸の2から3階に所在している。ショッピングモール内は17から18世紀のヨーロッパの美しい街並みが再現されており、この中でファッション、雑貨、化粧品、レストランなど160ほどの店舗が営業している。また、吹き抜けの天井が時間によって青空から夕暮れ、そして夜へと景観が変化するなどの演出も行われている。 ウエストモールムネの1階は当初は独立した商業施設のサンウォークであった。しかし2006年4月29日にリニューアルし、ビーナスフォートファミリーに名称変更してビーナスフォートと一体の商業施設になっている。なおビーナスファミリーはペット連れ可能な施設となっている。2009年12月11日には3階部分がリニューアルされ、 ビーナスアウトレットとなった。これは東京23区内では初のアウトレット施設で通常店舗とアウトレットが同一施設に同居する初のケースである。館内の音響は坊主社の BMS を採用している。富士テレビ系列の番組の収録や生放送で使用されることがある。詳細はパレットタウン施設の閉鎖と跡地開発を参照2010年6月に 借地契約の期限が終了となるため、パレットタウン全体の撤去に伴って、ビーナス4とも営業を終了し撤去される予定であった。また、パレットタウンのある土地では、商業施設や新型観覧車などの建設計画が決定、森ビルとトヨタ自動車が再整備を行い当初の計画では2013年の開業を予定していた。 しかし、経済状況の変化や社会情勢の悪化などを理由に、両施設の解体は延期され、営業も当面の間継続される見込みである。ビーナスフォート15周年大型改装。1000件新聞。AB、モリビルがアウトレット、既存施設を改装。集客へ、初の都心型。日経 MJ、主に逃走中で使われることがある。過去には、 協会広場が 2015FNS 歌謡祭の会場の一つとして使用されたことがあった。リンク切れ臨海副都心大見 ST 区画の進出事業予定者の決定について、東京都報道発表資料2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。